7番エルコンドルパーサー、8番人気です。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。道中のペース配分に気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。美しい青空が広がる京都レース場、ターフも絶好の良馬場になりました。十分に実力を出せるレースとなりそうですね。1番人気はもちろんこの子、サイレンス鈴鹿、実力は負けていません。2番人気成田ブライアン、注目のグランプリ馬娘エルコンドルパサー、4枠7番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。エルコンドルパーサー、落ち着かない様子、スタミナを切らさないか心配です。サイエンス鈴鹿とダイバースカーレット、この二人が競り合っているぞ。花を奪っていったのはダイバースカーレット。2番手の位置で先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿、さらには9番、それを見るようにニホノブルも少し離れて13番、さらに6番エルコンドルパサー、並んできた外で18番、さらにはハッピーミーク、その外並んで12番、後から成田ブライアン、あとは16番、外を回りますエイシングフラッシュ、15番続いている、さらには11番、8番続いている、後方2番手に5番オグリーキャップ、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。ダイバースカーレット、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まると、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか、まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。本気で4着を切りました。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った、飛び込んできたエンコンドルパーサー、抜け出したのはダイナスカーレット、だが後続も追いすがる。残り200、これは強いエンコンドルパーサー、足色は衰えない。エンコンドルパーサー、リードは2馬身、やりましたエルコンドルパーサー、見事な走りで勝利を集中に収めました。エルコンドルパーサー、 URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優駿たちの頂点が誕生です。2着はダイワスカーレット、ハイト優勝快勝に圧勝。Thank you.